今回1種目たった5回でお腹がへこんで姿勢が正しくなって背中や腰の肉がすっきりして骨盤が正しい位置になるので太もももすっきりするメニューになってます。どういったことかというと、みんなプランクやったことあると思うけど、実はみんながやるべきプランクは下向きじゃなくて上を向くプランクなんです。なんでかっていうと、下向きのプランクって体が反れてしまうのをまっすぐにするっていうプランクよね。でもみんなは体が反れますか？立ってる時反れてますか？丸まってますよね。座ってる時も基本的丸まっちゃいますよね。要するに丸まってしまう体をまっすぐにするっていうプランクはこれないよ。みんなは上向きのプランクせんといけんのよ。今回初級、中級、上級と3種目にしてます。全部1種目5回、しっかりやろうと思ったらやっぱり3回やった方がいいから3回ずつやっていきます。レベルの合う分だけやってもいいし、全部一通りやってみてもいい。そこは任せる。一緒に頑張ろう。まずちょっとウォーミングアップしよう。手ついたら30秒間肩を交互に動かしましょう。スタート。プランクは結構腰痛い、首痛いっていう人出てくるんで、必ずウォームアップした方がいいけね。腹筋とかして首痛いよっていうのはね、首硬いんで、ちょっと上向いてね、肩を動かしてみて。この後初級からやっていくよ。 OK、 全部5回だけ頑張ってね。はい、初級、肘ついてお尻上げて手でちょっと腰を支える感じ。これで5秒間キープ。それを3回。さあ行こう。いくよ。スタート。1、2、3、4、5。はい、ね、1、2、3、4、5。ラスト1、2、3、4、5。 OK、 結構いけるっしょ。みんな上級までやってみよう。次中級、肘伸ばして指外向けて、手首痛い人はちょっと手を広めにしてね。こっからお尻を持ち上げて下ろす。これを5回。足首をね、上げるたびに動かしてもいいし、止めとってもいいよ。息は止めないように5回。いくよ。1、2、3、4、5。 OK、 2回目。1、2、3、4、5。 OK、 結構くるね、お尻とね、もも裏が。ラスト1、2、3、4、5。 OK、 これはね、体をまっすぐにする力、後重力筋の筋肉は体の後ろ側にあるんで、そこが弱ってるから、そこ鍛えると体のラインが良くなるよっていうメニューです。ラスト上級、今度は結構もも裏鍛えられます。こっから交互に足踏み、お尻高く上げて5回。いくよ。1、2、3、4、5。 OK、 あと2回で終わり。ちょっと1回ね、手首ちょっと回してみて、結構痛いよね。よっしゃ、あと2回で終わり。頑張っていくよ。5、1、2、3、4、5。 OK、 あともう1回で終わりよ。いくよ。1、2、3、4、5。 OK、 ちょっと手首振って、最後もも裏ね、しっかり使ったんで、つま先をちょっと持ち上げて前屈遠くに伸びて5回。1、2、3、4、5。
送り、2、3、4、5、OK。 みんなお疲れでした。1種目で言ったら結構時間短いよね。5回を3回やるだけだから本当に1分かかんないんで、ちょっと運動量足りないなって思ったら、やっぱり3種目全部やった方がいいので、姿勢正しくしたいよっていう方は頑張って続けてください。全部やったよーって方はグッドボタンやコメントで教えてね。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。